はい、皆さんこんにちは、吉田成正です。はい、今日のですね、今日思ったことはですね、世の中に必殺技はないよっていう話ですね。はい、ですね、まあ、ウルトラマンのですね、スペシウム光線とかですね、ドラゴンボール悟空のカメハメハとかですね、そういう、必殺技って実際あるんですけども、ですね、まあ、必殺技ゼロではないけど、ほとんどないっていう話ですね。はい。どういうことかっていうと、昔ですね、ある A さんですね。たまに僕の話に、登場する A さん、AT さんですね。ファーストネームを先に言うとしたら、TA さんですね。はい。その方がですね、僕に教えてくれたことがありました。ですね、その方もですね、非常にですね、皆さんから慕われてる方なんですね。で、いろいろ相談を受けるわけですよ。そういう人ですからね。その時にですね、割と多い相談ごととしてはですね、何か問題を解決するための特別な必殺技みたいなのありませんか？とかですね。なんかそういうようなことが多いそうですね。はい。で、はっきり言うと、そんなもんはないよ、という方法をね、言ってらっしゃる、ということをね、おっしゃってました。はい。そういうものがあったら逆に教えてくれへんか、みたいなね、感じなんですよね。そうではなくて、ですね、そういう必殺技とかじゃなくて、ちっちゃなですね、行動とかですね、そういったことの積み重ねなんだってことをね、おっしゃってましたね。はい。何かあった時に、例えば問題ありました。そしてそれをですね、解決するとにはですね、特別なですね、こんなことをやればすぐ解決するっていう劇的な特効薬みたいなのがあるわけではなくて、例えばですね、A 案、B 案浮かびますよと。で、とりあえず、こんなことしてみるしかないなーっていう A 案、B 案がね、浮かぶそうです。普通の人はね。そして、でもね、ちょっとそれめんどくさいなとか難しそうだなっていうことでですね、そういった案を選べないそうなんですね。でも、その案ですらですね、案を選べないわけですよ。でも、うまくいかないっていうことも選ぶのも嫌なんですよ。A 案がありました。どうやらそれをやるしかなさそうだ。でも、それを、やるのが、ちょっと大変そうかな。だから、その A 案が選べない。でも、失敗すること、うまくいかないこと、成功しないことを選ぶのも嫌だ。ね。っていうのがあって、そこでですね、思考が、立ち止まってですね、なかなか前に進まない人がもうあまりにも多いという話をね、されてました。はい。今、本当に非常にそういうふうなことがですね、A さんおっしゃっていただいたのがですね、実感しますね。はい。で、ですので、本当にですね、よく僕のね、動画の中でね、話もしてますし、チャンネル登録数ですね。この YouTube のチャンネル登録数、私の、チャンネルのですね、登録数が、150人を超えたっていう時にもですね、言ったと思うんですけども、それはですね、いっぺんにですね、一瞬にして150人を超えたわけではなくて、本当にですね、小さなですね、積み重ねと、皆さんありがとうございますと、感謝とですね、皆さんの本当おかげっていう部分がね、大きいんですけれどもね、はい、ちょっとずつ、例えば、動画再生回数もそうですし、動画の本数もですね、今何本かな、800本近いんですけども、800本もですね、一晩にして800本を超えたわけではなくてですね、ちょっとずつのね、積み重ねです。今、1日平均5本ぐらいね、動画アップしてますので、忙しい時は別ですけれども、ですので、そういったことをね、積み重ねでね、なってるんじゃないかなと思います。ですので、なんか問題がバーンってあった時にですね、なんかこう劇的に変わるのはなんかないだろうか、方法ないだろうか、思うと思うんですけど、そうじゃなくて、ちっちゃな行動が積み重ねて、結局気がついたらその問題が解決してましたっていうことが多いと思うので、そっちをね、選んでみればいいのかなと思います。で、ちっちゃな、ほら、目標とか、そのちっちゃな行動であれば、行動がしやすいじゃないですか。ですので、動きもですね、軽やかにですね、第一歩踏み出せると思うんですよね。はい。
ですのでですね、面倒くさがらずにですね、結果的にその A っていう、A とかその問題が解決するわけですから、最終的にね、そのちっちゃい行動のね、第一歩っていうのを起こすことによって、どんどんね、問題解決するんじゃないかなというふうに思いますね。はい。ですので、ちょっと夢も希望もないような、その必殺技というか、劇的な特効薬みたいなのがないっていう話なんですが、まあ逆に言えば、ちっちゃなですね、ジャブ、ジャブ、ジャブみたいなね、ジャブを何回もね、やることによって、解決するわけですからね。まあ、いいこと聞いたなっていうふうにね、僕なんか思いましたね。はい。ということで、はい。ありがとうございます。今日のですね、今日思ったことは、必殺技がない代わりに、ちっちゃなジャブをね、打っていこうということでございました。今日も最後まで見ていただいて、ありがとうございました。